こんにちは、ムッチーです。水彩画メイキング動画シリーズ第184回目をお送りいたします。今回は、こんな感じでですね、イタリアの、古い小さな町ですね、オルビエートというところを描きました。今回は、できるだけラフなタッチで早描きをしてみました。で、マスキングとか、ガッシュ、ホワイトとかは一切使っておりません。オルビエットと言いますのは、このようにですね、崖の上に作られた要塞のようになっている町ですね。もう中世の佇まいをそのまま残している感じの古き良き町ですね。で、この下にはですね、オリーブ畑とかブドウ畑がずっと広がっていてですね、とても素敵なところです。去年行ってきましたんですけどね、その時現地で撮影した写真を見ながら、描きました。使用した写真はこれです。はい、そこそこデッサンしたところからスタートです。まず、水を塗ってますけど、これはですね、上部の建物の左側、そこがくっきりさせたくなかったので塗っただけなんですね。まあ、とにかく、平筆を縦のストロークで、絵の具が下に向かうような感じで、いろんな色を塗っていきます。写真とは全然違う色ですけど、自分の気持ちの赴くままに色を入れてるんですね。でまあ古いので、ちょっとこう、苔っぽい緑系が、まあ、あるんですよね、壁に。なのでその緑をちょっと強調している感じですね。まあ、ラフなタッチでね、やっております。絵の具が、滑らかに動いていないところは、このように霧吹きをして、絵の具の方向を促します。これも、建物とか道路とか、区別なく、筆を走らせて絵の具を流していきます。近くは、ドライブラシのザラザラした質感を見せたかったので、近くになるほど水分を少なくしてドライブラシっぽくやっております。指に水をつけてスパッタリングしてますね。こうトンネル部分、トンネルの下側っていうのはこう暗いので、暗くしてるんですけど、ここ乾くとね、なんかすごく薄くなっちゃうんですよね。だから、この後何回もちょっと塗り重ねはするんですけど、うん、でも、単一の色にならないように、いろいろ色を入れています。ここは向こうが明るい、トンネルが暗いというね、明暗の対比が美しい場所ですのでね、ここはキリッと見せていきますね。こういったちょっと、赤系の色も交えたりして、単純にならないように作っていきます。こうプランターとか、実際にあったのかな、どうだったかな、なんかこうプランターにしようと思って、していますね。屋根の軒下も、濃い影ができますのでね、
とにかく、筆をもうさっと走らせて、その荒削りな、ラフなタッチで描いています。これを製図のように本当にビシッとした直線でしてしまうと、なんとなくこう、製図のような仕上がりになってしまって面白くないんですよね。どういうわけかね。線が少しこう、ぐにゃっと曲がったり歪んだりしているぐらいの方が意外と良かったりするんですよね。実際は本当にピシッとなっているんですけどね、不思議なことで。筆の勢いでさっと描いた方が、なんとなく逆にその方が、心地よかったりしますよね。やっぱりそれは、揺らぎかなと思いますね、なんとなく。例えば音楽でもこう、ピシッとこう、機械で、リズムマシーンでリズムを作るより、人間が少しこう、もたったりね、速くなったり遅くなったりする方がこう、揺らぎが出ますよね。なんかそんなのに近いかなと思うんですけど。遠くの建物もね、かすかに。これもね、実際こんな電線の影みたいなのはなかったと思うんですけど、わざと入れています。なんかそんな入れる方が、臨場感が出るというか、こういう細々とした路地にはなんかね、そういうのたくさんありますからね。なんとなくそういうのも入れてしまうという、本当はなかったけど入れてしまうという、そんな感じでやってます。この辺もね、なんかこんな線があったのかないのか、自分もほとんどこれ写真を見ずにやってるんですね。多分こんな感じだろうみたいな感じで。やってるんですよ。こんなラインもね、本当はなかったかもしれません。だけど、なんとなくそういうものをね、入れちゃうんですよね。そうすると、なんか味わいが出てきますね。筆がかすれたり、そんな感じが、趣が出ますよね。歪んだとかそういうことも考えずにやってしまう方がいいというか、私はそう思うんです。壁材の質感も出したりしてね。なんか、こんな感じです。ここに、なんかこんな、こういったもの、こんなラインが本当にあったかどうかは知りませんけど、なんとなくそれ風に入れると、なんか古い、ヨーロッパの街並みによくある、路地によくある感じが出るかなと思って、やってます。これらもね、さっとやってしまう。筆の勢いでやってしまうって感じですね。で、まあ、フリーハンドでさっと描くんですけども、一つの線はこうね、ちょっとぐにゃぐにゃ歪んだりしていますけど、でも、やっぱり守らないといけないのは、透視法ですよね。これ、一点透視法で描いているので、その角度とかはやっぱり間違うとおかしなことになってしまうので、遠くにある消失点に向かって全てのラインが、そこに向かっていくように、遠くの消失点で合致するように、それは守りつつやっています。こういう、なんか、アンテナなんかなんだかわからないようなものをね、ちょこちょこ入れてしまう。そんな感じで。これプランターですね。植物の葉っぱの影を今入れてますね。で、こうちょっと赤い花が咲いている感じにしました。
雨戸を書いて、この窓もですね、なんとなくそれっぽい感じですね。窓ですって感じで、本当に定規で書いたように書くと、もうなんか味気ないんですよね。窓みたいなもんだな、ぐらいの、なんか、表現でちょうどいいみたいな感じ。なんかちょっとね、こんな風に汚れていたりして。これ、筆でね、リフティングして、ガラスに格子があるようにしています。ここに本当はね、こんな小さな窓がなかったかもしれません。本当に写真見ずに描いてる感じなのまあ、かすれたり、かすれなかったりっていう、その雰囲気がね、いいんじゃないかなと思います。ここにね、なんか、ダクトか、なんかそんな感じの子がありましたよね。それもしっかりそのように書かなくて、なんとなくそれっぽい感じになるように。で、ちょうどいいっていう感じ。はい。なんかやっています。まあ、いわゆる、それっぽい感じに、辻褄を合わせながら適当に書くみたいな感じですね。はい。はい、これ路面のね、石畳ですね。当然一つ一つ石を書いているわけにいきませんし、というか、大変ですので、こんな感じで、小さな平筆でちょん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 とやっていきます。で、先ほど紫だったんですけど、今度青を入れてますね。遠くの方は薄くなるようにします。ティッシュでポンポンとしながら。で、ちょっとこう、赤系も入れたりしてですね。で、最終的にちょっとところどころぼかして、曖昧な雰囲気を作る。です。はい、このね、プランターのところ、書き入れました。葉っぱと花ですね。あと、人物も書き入れました。この辺ちょっと、ログが撮ってなかったんですけど。で、今から、この路地に、石畳の石の、この雰囲気をね、一つ一つの石のこう影がある感じにします。もちろんそれも丁寧に書いていると大変なことですので、先ほどの筆でできたこの筆跡のところを見つけて、それを一個の石と捉えて、そして影のところをこう入れていくという感じです。もちろん全部が全部しっかりとは入れません。はい、ということで完成しました。全体のビジュアルはこんな感じになっております。まあ、なんとなく古い路地の、雰囲気が出たんじゃないかなと自分では思っているんですけど、いかがでしょうか。はい。では、部分的に拡大していきますので、どうぞじっくりとご覧ください。はい。ということで、最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございます。この動画が少しでも、気に入っていただけましたら、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もしていただけると、幸いです。はい。では、
また次回お会いしましょう。